AI 病院失恋か。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもこの病院の院長をしております荒木院長です。はい、最終回です。あっさりいますね。びっくりです。はい、さあじゃあね、この病院結局入院で退院できない患者さん3名いらっしゃいますので、その自己紹介していただきましょう。はい、どうぞ。はい、皆さん気持ちのスイッチってありますよね。スイッチを押すと何かが勢いがつく。私のスイッチは四首好き好き、佐藤秀樹です。よろしくお願いします。ちょっと石田さんが入ってる感じでね、わかめ好き好きが入ってる感じということで、はい、では2人目の患者さんどうぞ。はい、本当に恋愛がしたい井上隆です。よろしくお願いします。ね、最終回とは思えないほどの手抜きの自己紹介ですけども、あなた重み、重みえ？たまには重みを出そうと。重み出てないよ、今のじゃ。間を開けたんじゃなくて考えてただけじゃん。そうだ、何も考えてなかったんだろ、お前。はい、何も考えてなかったんだろ。じゃあ、重みです。いつも軽はずみなことばかり言ってたんで、うん、たまには重みのある。ちょっとじゃあ、もう一回言ってみよう、重み出して。はい、素敵な人と出会うのを待ち焦がれている井上隆之。ちょっと変わってんじゃない全然変わってんじゃん。全然変わってんじゃん。素敵な人って聞こえちゃう。比較できんわ、そんなんじゃ。はい、じゃあ最後の方お願いします。はい、もう間もなく40歳になります、まさきです。おめでとう。見てください、この変な。まだまだ先日ちょびっとだけおねしょしてしまいました。よろしくお願いします。うわ、ひどい。ひどいよね、本当に。笑えないんだよ。本当だよ、お前。それはさ、しょうがない。笑ってあげて。なんだその髪型。え？なんだその髪。笑えねえんだよ。そもそも。さっぱりしたでしょ。してんねえよ、この。ズル向け野郎が。気持ち違う。メイチ来るよ。メイチ来るから。